NCC と長崎県の共同企画、未来へのエール。今回は大人の代わりに日常的に家族の世話や家事をするヤングケアラーについて考えます。おー、いらっしゃい。今月9日、大村市で開催された子ども食堂です。子ども食堂は無料または安価で食事を提供する取り組みで、地域の子どもたちの交流や食育などの場にもなっています。ちょうどよくておいしいです。リラックスできます。こだわりはもう愛情とあと細かく刻んでます。苦手な野菜だったりとか全部食べれるように。子ども食堂が開かれたこの場所は大村市竹松本町の松なぎ屋。去年2月に開所したヤングケアラー支援施設です。ヤングケアラーとは、18歳未満で大人が担うような介護だったり看護、育児を担っているお子さんたちのことを言います。家庭での負担が大きく、学業や生活習慣に影響が出たり、部活や友達と遊ぶ時間がなく孤立してしまったりする課題を抱えるヤングケアラー。松なぎ屋ではヤングケアラーの早期発見や支援につなげようと、来所や電話などで相談を受け付けたり、子どもの居場所を提供しています。最低2人のスタッフが常駐。子どもたちと信頼関係を築きながら、些細な様子の変化に目を配ります。距離感気をつけてます。あまりガツガツ行かないように気持ちはガツガツ行きたい気持ちはあるんですけど、はい、様子を見ながら、その子を遠目で見ながらですね。もう来て早々もうイライラしてて、どうしたのかなと思ったら、ちょっと聞いてバーって話をしたら、その内容がヤングケアラーだったっていう、潜在的に隠れてるヤングケアラーの発見っていうのも、はい、ありました。松なぎ屋を運営する NPO スクートのヤングケアラーコーディネーター、山田博美さん。県内の病院の精神科で看護師として働いていましたが、退院した子どもたちが自立できない現状を目の当たりにし、地域に居場所を作ろうと松なぎ屋を立ち上げました。病院とかでも、もう何ヶ月も経ってやっと自分の気持ちを言える子どもとかに何人も接してきたので、少なくとも居場所は必要だなって。月に一度ヤングケアラー当事者とオンラインや対面で語る場を設けています。しかしまだ全然参加ゼロの状態なんですよ、でもやっぱりそれは全国こう見てもですね、やっぱり難しいんですよ、開いてはいるけど、やっぱり実行するには人が集まらない。県が今年度初めて行ったヤングケアラーに関する調査によると、県内の公立学校に通う小学生の 4.5%、 中高生の 3.6% が自分が世話をしている家族がいると回答しました。子ども自身にヤングケアラーという自覚がないケースももちろんありますし、また周囲に知られたくないとか、知られないようにこうしているケースなどもあるかと思いますので、そういった面もあるかな、潜在化している場合もあるかなとは思います。少子高齢化や核家族化を背景に、個人にかかる介護や家事などの負担は大きくなっています。県は今年度、ヤングケアラーも含めケアラーを社会全体で支える仕組みの構築に取り組むケアラー支援条例を九州の自治体で初めて、全国の都道府県では5番目に施行しました。一方で児童生徒の間でのヤングケアラーの認知度は不十分で、県は来年度、漫画など子どもたちにも分かりやすい広報啓発に取り組むとしています。
お世話をしていることは自体はすごく素晴らしいことなんだけども、辛い時とか悩んだ時とかはいつでも周りに相談していいんだよっていう雰囲気を、児童生徒の皆さんへの普及啓発とかいろんなことを通してそういった社会の雰囲気を作っていくことが大事かなと思ってます。まあ、つなぎ合って間をつなぐっていう意味が入ってるんですよね。なので何かこう立ち止まったり悩んだりした時にここでエネルギーを貯めて次のステップに行けるっていう場所になったらすごくいいなって思ってます。